イブン・ナディームは、10世紀バグダードの書籍賞である。当時のバグダードにあったすべての書籍の目録、フィフリスト、キターブあるファイアリストを表した。本来は、ナディームと呼ぶべきであるが、伝統的に、イブン・ナディームと誤って呼ばれてきた。イブン・ナディームは、フィフリストの端々に、書籍の簡単な紹介とともに、自己の見解を述べることがあり、彼の宗教観や、 交友関係などとともに、当時のバグダードを中心としたイスラーム世界の知的状況を知る手がかりとなっている。フィフリストの写本の1ページ。イブン・ナディームが表した、フィフリスト、キターブ・アル・ファイアリストは、10世紀当時のバグダードに、あったほとんど全ての書籍の目録である。イブン・ナディームは、フィフリストにおいて、3500人以上の人物に、言及し、 約6600点の書籍について言及した。ただしその6600点の中には、題名を記載しただけのものも含む。フィフリストにリストアップされている書籍は、経典書類や文法学、ハディース、カラームといったイスラーム書学の本が中心であるが、プラトンやアリストテレスなど古代ギリシア人の著作のほか、後に、千数世物語としてまとめられる物語群もある。 イスラーム海前のペルシアのパフラビー語で書かれた文献やグノーシス主義に関連する文献の記録は文献自体が散逸しているため極めて貴重な記録である。イブン・ナディームはフィフリストの端々に書籍の簡単な紹介とともに自己の見解を述べることがあり当時のイスラーム世界の知識人が有していたシーア派的センチメントや交友関係 学問状況を押し量る根拠を提供している。10世紀までのイスラーム世界の学問の状況が、比較的詳細にわかっているのは、イブン・ナディームのフィフリストがあるためである。フィフリストの著者の名前について、本人と父親のイスムは、ムハンマドブン・イスハーク、君ヤは、アブル・ファラジュ、ニスバは、バグダーディ、また、父、イスハークの君クヤは、アブー・ヤークブである。 ここまでの情報に関して特に異説はない。しかしながら、写本によって伝わっているワ、ワラークという職業名と、ナディームという通りなが、不死のどちらを形容しているのか、という点に関して何通りかの解釈が可能であり、従来、議論されてきた。フィフリストの著者について言及した全近代の文献の、ほとんどすべては、ナディームは、父。 イスハークの通りまであると解釈した。息子のムハンマドをイブン・ナディームと呼ぶのはこの解釈に基づく。21世紀現在では息子ムハンマドこそがナディームであり、さらに不死のどちらもがワラークであったとするのが通説である。つまりフィフリストの著者は少なくとも父親の代から続いてバグダードにおいて、 大きな書店を営んでいた人物であると推定されている。こうした通説の変遷に鑑みて、フィフリストの著者が、アルナディムと呼ばれる場合がある。なお、日本語で書かれる文献に限られる問題であるが、異文アルナディムの金表記には、アラビア語の発音規則を反映させるか否か、分かち書きをするか否か、定冠詞を省略するか否かなどの転写方法に、 対する考え方の違いによって、イブンアルナディーム、イブンアンナディーム、イブンアンナディーム、イブヌンナディーム、イブヌンナディーム、イブ,ヌン,ナイブンナディームなどの表記揺れがある。8世紀から10世紀のバグダード。住民は、炎上の外側に、宗教や出身地による、社会集団ごとにまとまって住んでいた。フィフリストの著者、イブンナディームこと、ムハンマドブニースハークについてわかっていることは、 多くない。ほとんどすべての情報源は、フィフリストそのものである。フィフリストの序文の記載によると、ヒジュラ歴320年頃バグダードに生まれたとされる。ヒジュラ歴320年は、西暦にすると932年前後であり、8世紀から始まるアッバース朝の文化、尊心政策が実を結び、バグダードにおける出版文化が乱熟した時期に相当する。 また、ヒジュラ歴380年シャーバーン月20日の水曜日に亡くなったとされるため、西暦990年11月12日が没年月ピである。フィフリストの序文によると脱光は西暦988年であるが、この時イブンナディームはダー・アル・ラムにいると書いている。ダー・アル・ラムは、辞儀通りにはローマ人の地を意味し、 ビザンツ帝国領内を意味する場合もあるため、フリューゲルは、そのように解釈して、イブン・ナディームは、西暦988年に小アジアにいたのかもしれないとした。この説は、イタリアの東洋学者、カルロ・アルフォンソ・ナディーノなどに引用されたこともあるが、1899年には、反論が提示されて、現在の通説においては、 バグダードのキリスト教徒居住区にて脱行したという意味に解釈されている。また、イブン・ナディームの出自が民族的にはペルシア人であったとする説は確証こそないものの根強い。フィフリストはアラビア語で書かれた本であるが、題名に採用されている。フィフリストという言葉はペルシア語であり、アラビア語の本のタイトルに採用するのは、 珍しいというのがその根拠の一つである。また、フィフリスト内には先イスラーム時代のペルシア文化に対する正確な知識が投入されており、これもまたそのような推測を支える根拠の一つとなっている。また、イブン・ナディームは、イマームの権威を認めるシーア派、それも十二イマーム派の信徒であったとも推定されている。とはいえ、 イマームへの数形の念やシーア派へのシンパシーは、当時のバグダードの知識人の間では珍しいものでは、なかったという指摘もある。さらに彼は、合理主義的な、ムータズイラ派神学についても深い知識を有しており、非常に幅広い視野を持った、寛容な知識人であった。イブン・ナディームの深い教養は、学術文化が高度に発達した10世紀の、 バグダード社会を背景にしていた。イブン・ナディームの書店は、多くの学者、詩人、文化人の出会いの場所だったようである。イブン・ナディームは、自分の書店で交流し、直接、教えを受けた人の名前として、次のような名前を挙げている。イブン・ナディームは、マンティーキーを、先生と呼ぶため指定関係にあったことが推定される。イブン・ハンマールは、シリア語の哲学書。 アラビア語に翻訳した翻訳者、論理学者であるが、キリスト教徒であった。また、その家によく出入りしていた友人のイーサーの父親は、アッパース朝の最小であり、ギリシア、ペルシア、インドの学問をよく知る人物であった。このように、イブン・ナディームの交流関係は、主流派であるスンナ派ではない人々との交流を多く、含んでいた。アラビア語の、ナディームは、 飲み仲間や飲み友達を意味する言葉である。音義衆と訳す例もある。アラブには先イスラーム時代から、君主や有力者の周りに詩人が集い、カスイダを捧げて、主演を開く文化があったが、特にアッパース朝においては、多数の文化人がカリフのナディームとして宮廷にハベった。そのようなナディームの代表格の一人、アブン・ワースは、 史実であるか否かはともかく、ハールーン・ラッシードのナディームとして千一夜や物語などの民話に語り継がれている。宮廷音楽家、イスハークブン・イブラーヒーム・ナディーム・マウス・イリーも、ハールーンに仕えたナディームの一人である。かなり古い研究になるが、フィフリストを始めて、西ヨーロッパ世界に翻訳紹介した、ドイツの東洋学者、グスタフ・フリューゲルは、イブン・ナビームというナサブが、 このナディーム・マウス・イリーと何か関係があるかもしれないと書いた。しかしながら、この説は根拠が薄い。ナディームと呼ばれていたのがフィフリストの著者ムハンマド、その人であるという説を取った場合、ムハンマドは誰のあるいは何家のナディームであったのかという疑問が生じる。この点に関しては過去にいくつかの議論がある。イラン百科事典はアッバース長。 カリフ・ジャーファル・ムクタディル・ビラーヒの最小、アリーブン・イーサー・ブン・ダーウード・ブヌル・ジャラーフの息子である、論理学者のイーサーか、もしくは、モスルを中心に、ジャズ・イーラを支配したナース・イル・ダウラ・ハムダーニー、どちらかのナディームだったという2説を紹介している。イブン・ナディームは時折、ナース・イル・ダウラの邸宅に呼ばれて滞在している。ありがとうございます。